はい、20年ぶりにですね、今回 MC707 と MC101 というですね、グルーブボックスがローランドさんから発売されました。20年ぶりっていうのは、昔ね、グルーブボックスっていうジャンルで MC303 っていうのが一番最初に発売されたんですけども、まあそれに飛びついた一人でも僕はあるんですが、それから MC303、505、307、808、909、他ね、D2 だとかいろんなマニアックなもんも出つつシリーズ化してきたんですけども、やっぱりみんなパソコンに移行して、ちょっとの間ね、その、ハード機材っていうのが、売れなかったわけではないとは思うんですけど、ちょっと寂しい時期がありましたよね。で、今回晴れて復活したということで、僕もですね、飛びついてちょっと当時の懐かしさを感じながら2つともゲットしてしまいました。ではですね、簡単になんですけども、2つの機材を使って、まだね、慣れてないところでの打ち込みなんで、探り探りでやって申し訳ないんですけども、トラックを聞いていただきたいと思います。